ドラえもん、どうもすねこです。今回もグラブルドラえもんコラボ、のび太の空飛ぶ船やっていきたいと思います。パート9ってことで、前回の続きからになります。はい、前回はですね、第4話の前編ってことで、一気にねやりましたってことで、今回はその3からですねやっていきましょう。まあエピソード3かな、いやエピソード3ですね。どうしたのでゴンスか。さあどうしましょうね。秘密道具を返してくれないと。カルルちゃん、どうしましょうです。ははカリオストロさんがドラえもんさんの道具をね。えもうなんか前回ね、なんかスネ夫がやいやいやだからね。それを取り返す、うん、さあそれでどうやって取り返そうかな感じだね。さあ仲間が増えるよ。え？おお。じゃあどうしようだね。怖いね。村の顔がありそうだね。はあ、ここで。ここでスモ如意剣ポケットをまさぐり、ドラえもんは、目当てなものをシネコたちに見せた。あれあれあれ、なんかスボルライトじゃないんだね。ドランサイファー、え、ドランサイファー、あれドラえもんさんたちの船です。あれどうしたドラえもん。お？それは私も常々不思議に思っていたでゴンス。お、もしかして？たびたび見なくなります。もしかしてよりゲンポケットの中に入れてんのドラえもん。だからこれが本物のドランサイファーだよ。乗らないときはこうして保管。なんだって何言ってんだ、これはおもちゃだろ。違うんです。あ、それでスモ、あ、もうあれか、スモールライトを使ってる状態のドランサイファーがあるんだね。来たよ、スモールライト。スモールライトです。説明するより見せてもらって。お、ドラえもんってね。さあ。ピカーン。あー、のび太くんが。ライトから出た光が、のび太に当てると、ひねこ一同の前で、その姿は、瞬く間に小さくなっていった。キャおーい、ここだよ。ちょっと踏まれないように気をつけてね。手のひらに乗っちゃうほどちっちゃいです。そう思えないと違うですね。船を使ってみんなで小さくなってドランサイファーに乗り込むよ。お、あ、そういうことね。船の中を船で冒険するっていうのも面白いんだよね。おー、船の中を船で。それだけ小さければカリオストロも小さくて。さあびっくり大作戦成功なのでしょうか。こうしてシネコたちはスモールライトによって次々に小さくなっていった。さあ小さくなっていきまして、おいらたち船の中で船に乗ってるぜ。船の中で船ね。小さくなってみるグランサイファーの中はいつもと全然違って見えますね。楽しんでくれてるみたい。よかったよ、よかったよ、ドラえもん笑顔だよ。誰だい？おっと、ダムレイテさん。何、お酒飲んでるんですか？お酒飲んでるんですか？これもうまいにゃ。ラカマも飲むにゃ。酔っ払うの早くなるよ。食前酒って知らないのかにゃ？食前酒、え、待って、食事の前にお酒飲むってことかい？頭の待って、気づかれるんじゃないか、大丈夫？今ルリルリの声が聞こえたにゃ。ほどほどにって。おっと、元凶みたいになるよ。どこにもいねえけど。確かに聞いたにゃ。すごく近くで、それこそ耳元で言われたにゃ。おーっと。
やばいよってなる。怖いよ。元気扱いになっちゃったね。やったやったぜ。よし、ね。まあ、いいんだろうね。レッツゴー。さあ、驚くんでしょうか？ドランサイファーや、ドランサイファーは、グランサイファーの中で、天井付近を人知れず進むが、ジャイアン？ジャイアンお肉に釣られる？おぉ、夕飯ね、おいしそうだね。おいしそうだね、夕飯ね。おぉ、さあどんな料理できかな。パーフェクト、パーフェクトなんだ、パーフェクトなんだ、パーフェクトなんだ。ジャイアンのね、ジャイアンにされてるね。そうでありましたか。ならばジャイアンさんは、だよね。歌を歌わずにね。ああ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。料理もジャイアン、ダメだ。シチュー？私もシチュー。違う、違う。待って、けん玉とか入ってるけど、それでも食べる？けん玉入ってるよ。やばい、やばいよ。絶対に止めないと、また始まるよ。フルーツ？フルーツ？寄り道。食材が乗った調理台の陰に、ドランサイファー、ドランサイファーを横付けし、巨大なフルーツ群を眺めてみる。開幕ね、ドランサイファーってね。いいね、なんかミカの隣に寄りたいな。確かリンゴ好きだったもんね。ダメじゃないかな。のび太くん、ローアイン君たちが料理に使うものだろうし、そこはタイム風呂敷で元に戻せばいいんだよ。あれ、え、もう戻せるかな。なるほど、それなら戻せる。あ、そうかそうか。だから、一口パクってかじって、それを元に戻すからね。のび太も面白いこと考えた。面白いこと、のび太も。いいなあ。おお、食べんだね。食べんだね。とっても美味しいです。うまい。どれだけ食べてもなかなか食べないし。まあ、切ってからね。とっても甘くてみずみずしいわ。まあ、ぶどうもね、いいだね、いい。いいよね。噛むよね。口の横についちゃったか。ローラインたちに見つかないよう、シュネコたちは巨大なフルーツを豪快に食べていくが、あれ？あれ？デザートに使うつもりだった材料が、ああ、やばいよ、やばいよ。でも戻せるかな。だが、四次元ポケットに手を突っ込んだドラえもんは、すぐに顔色を変えた。あれ？タイム風呂敷がないかも。え？待って、タイム風呂敷も、ないの？あ、僕、カリオストロちゃんに渡しちゃったような。ああ、まあ、ダメだ。え？やっぱ、いい。あ、そうか、なんか言ってたような。
違う気のせい？そんなことを話し合ってる間に、ローワインの時はキッチン中を慌てて探し始めていた。どういうことよ。どこにも食材がねえぞ。やばいよ。やばいよ。どうしよう。バレました？ラムチョかな。嫌う。ラムちゃんのせいだと思われちゃった。やばい、ごめんなさい。ラムちゃん、はい、だよ。魂前科あるような問題だ。前科で、でも今回は濡れ衣でゴンスよ。やばいよ。そんな、その無実の人、そんなこと嫌だよ。かわいそうだよ。聞こえるかな？ローインさん、聞こえるかな？聞こえてない。聞こえてないよ。聞こえてないよ。やばいよ、ごめんなさい。小さき者たちの叫びは届かず、ローワインたちはキッチンを出てラムレッダの元へ向かっていく。せっかく D さんの好物のリンゴを使って、ああデザート作ろうと思ったのに。リンゴの甘みを引き立てるために他のフルーツがどうしても必要なんだよな。やっちゃったね。やっちゃったよ。リンゴ、リン。どうしましょう。ラムちゃんのところ。やばいよ。どうしよう。タイム風呂敷だ。タイム風呂敷？急いでカリオストロからタイム風呂敷を返してもらって、フルーツを元に戻そうぜ。リンゴのためだ。もともとオイラたちの目的はそれだしな。そうだろう。何も変わらねえぜ。もう早く行くしかない。行こう。行こう。謝るのはごめんだけど、あとだ。ごめん、ごめん、ごめんよ。リンゴのために必死になってる。B が。はい、では続きましょう。エピソード4ですね、第4話の。なんかケとか言ってるよ、怖いよ。カリオストロは机に並べた秘密道具を見下ろし、やれら、悪態？悪態？をついていた。シナコたちは、そんな彼女を、電流近くから観察するのだった。カリオストロのやいつ、何してんだ？考え事してるんかな？僕の道具を調べてるみたいだ。道具として一般化されてるってのは、特殊な加工された武器に近いか。まあ、22世紀の秘密道具ですけどね。え、待って。外からじゃ中の気候がどうなってるかわからねえし。分解される秘密道具。いっそ壊して。やばいよ。やばいよ。わあ、だめ。ドラえもん。あ、バレた。カリオストロは立ち上がり、部屋中に視線を走らせた。見つかりませんように。誰かいるのか。やばいぞ。警戒度上がっているよ。静かにしてればバレないかな。にゃにゃ。ドラえもん渾身の猫の前。なんだ、猫か。よほう、バレなかった。カリオストロは再び席に戻った。ごまかせたみたい。よかった。ねえ、これからどうするの？どうにかしてカリオストロの気を引いて。うん、でも回収できるかな、すぐにパって。それは難しそうでゴンスな。カリオストロさんの隙をつくなど、想像することもできます。そんなにあれなの？こっそり近づいて道具にスモールライトを当てればもう見つけられないじゃない。おー、のび太くん、なんか今日冴えてるかい？それがいい。それで行こうぜ。さあ、レッツゴーする。カリオストロちゃんが席に立つよ。チャンスかい？確かこの辺、大丈夫？
その工具がある隙にかい？うわ、道具を分解する。いや早くしないと。そうはさせねえ。机に向かってくれ、ドラえもん。今のうちだ。レッツゴー。よーし。全速全進とドラえもんは鍵を切り、ドランファイアは机に向かって急降下する。おお、何強く？しかし、あと少しというところで、船は大きな衝撃とともに自由をしない、空中に静止してしまった。止まった？止まったの？ドランサイファーが捕まったのよ。船に絡みつく巨大な物体は、よく見れば人間の 手指であり、その先を目でたどっていくと、わわわわわ、バレたバレたバレた。シンガたちが見上げた先には、巨大なカリオストロがエビを浮かべ、こちらを見下ろしていた。バレちゃったー。星マーク怖いー。怖いよ怖いよ。何ヒューンで、何ヒューンで、何カリオストロが船を一吹きすると、交番にいたシネコたちの体が浮き、机の上に投げ出された。ドーンジャイアン、ドラえもん、怖いよバレたよ。思ってた。ドラえもんの猫の声真似が新たなったよ。なんと、おてんでありました。そういうことか。違います。ドラえもんの返してもらうためです。主にタイムロスから返すね。怖いよ、 A が怖い。あカリオストロが指をすると、机の上で灰じゃない、なんだな、なんかそんなようなものが、舞い上がり、雪道の目の前で集まっていく。あ、木々ですね、木々。木々のようなものですね。え、何？集まった木々は形を持ち、その姿は本物とうり二つの。現れた。現れた。突撃じゃない、怖いよ。小さなカリオストロ。小さなカリオストロは勝ち出し、B につかみかかると、その方を力いっぱい引っ叩いた。怖いよー怖いよ。怖いよなになになに、ビニーつかま、つかみかかるカリオストロの肩をコルドが慌ててつかむと、あっけなく、崩れ落ちて切り溶かした。怖いよ。何お仕置きってなんだ。あのカリオストロちゃん、一体どうしちゃったの。機嫌を直して。怖いよ。そうだぜ、なんか別人みてえだぞカリオストロちゃん。思う出た裏の顔があるじゃない。スネオさん、タケシさん、カリオストロだよ。何だよか、表の顔かい。怖いよ。どう
で、うん、何こいつら、こいつらバレてるよ。ジャイアンもスネオもかわいそうに、あ、なんか何されるんだね、怖いね、怖いよ。怖いよ。ジャイアンスネオ、何カリオストロ劇場って何、頑張ってて何、何パキン、あれもやった大丈夫。カリオストロが指を鳴らすと、またもうたくさんの小さな分身が現れ、シネコたちに襲いかかってきた、襲いかかってきたね。おお、一人一人、まずは一人、二人、どこもかしこもカリオストロちゃんだらけで目が回る。ドラえもん、ドラえもん、団長さんたちを手伝ってあげてよ。空気砲でも何でもいいから。二人ともとっても辛そうだわ。空気砲はドラえもん、できるなら頼むぜ。オイラの方もう何度もつねられて、ビーちぎれちまいそうだ。さあなんだ、できる限りやってみるよ。空気砲かい。ドラえもんは困惑しつつも、よりげんポケットをまさぐった。青だぬき。気が。ドラえもんは青だぬきじゃない。僕は青だぬきじゃなくて、ネコ型ロボット。言ったぞ、ドラえもん。何？いたずらの対価って何？なんだ？お？おお、クリアしちゃった。さあ、第4話がクリアということで、4.5 話。4.5 話。小数点あるの？話数に。じゃあ、やりましょう、4.5 話。4.5 話。何 4.5 話って。第4.5 話。カリオストロと仲直り。もうね、今回特別編ですよ。パート中ですね。諦めの悪いこと。当たり前だ。そいつはドラえもんの道具なんだ。そうだぞ。この道具の危険性がわからないのか。危険性なんもないよ。危険性なんもない。ですか？この道具、一つ一つが世界の断りを根底から覆す力。まあまあそれはね。まあそういう秘密もあるけどね。アヌダオキ、アヌダオキ、ドラえもんさんたちは悪い人ではありません。ありがとう。あの、僕も道具を悪いことに使うつもりはないんだ。うん、まあ悪いことに使っちゃうのは、まあのび太くんとかジャイアンとかね。ね、ね、うん、ね、僕たち、まあ、この空の世界で楽しく過ごしたいだけなんです。まあのび太くんもね、ちゃんとね、まあちゃんと使い方を学んだらいいのかな。私たちはいいのかな。団長さんやコルルちゃんたちと出会えて、それだけでとっても幸せ。はい、団長です。シネコも同様にドラえもんたちを変わった。たく、お人よしは相変わらずだな。なんて言うんだろうね。ああ、わかったわかった。俺様もちょっと確認しただけだ。話し合えばわかるじゃないか。ただこれだけは言っておく。その道具、誰かね、ちゃんと個数管理しよう。ドラえもん、お前の道具を手に入れるために平気で悪事を働くような連中がこの空には腐るほどいるからな。怖いな、そんな空嫌だ。、うん、わかった、ありがとう。話し合えばわかるんだね。だね、ドラえもん、わかった。よかったよ。それでいつまで小さいままでいる気だ。あ、そうか、あ、そうか、小さいままやったね。風呂敷でフルーツを元に戻さねえと。ローイさんとラムちゃんに謝らな
すみませんってね、すみませんでした。悪いことしたよな。ジャイアンすごい食べてたもんね。ジャイアンのせい？ほとんど。スモールライトで力が大きくなって食べてました。ダメか、そうなダメじゃ。ダメかね。シネコやドラえもんたちはスモールライト、あれ、そうだっけ、あれスモールライトで元戻れるっけ、スモールライトで元に戻りキッチンへ引き返していく。あれ、スモールライトで体が効いてくるし、ビッグライトで体あれするんじゃなかったっけ。そっか、戻れるか、スモールライトでも。ドラえもんたちはシネコたちと一緒共に空の世界を純粋に楽しんでる様子だ。しかし、しかしカリオストロが危機する事態はそれからほどなくして現実のものとなってしまうのでだった。買いました。お、ドラえもん、のび太と空飛ぶ船続く。続くよ。はい、 4.5 クリアです。やったやった。お、未来の国からハルバブと、あのあれだね、あのドラえもんの第1巻のあのあれだね、あの、まあ、タイトルだね。お、なんか増えましたね。エクストラクエストになんか挑戦が乗れました。第5話も出ましたということで、ではですね、今回のパート9はここまでさせていただこうかなと思います。今回ですね、第4話 4.5 話をねクリアしましたということで、次回は第5話ですね。結構物語も終盤近づいてきたんではないんでしょうかということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いしますってことで、ではまた次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。 Twitter などもやってますので、よろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょうということで、ありがとうございました。